今日一日大変お疲れでございます。お疲れ様でございました。結果はガジュマルチーム準優勝おめでとうございます。優勝Cブロックで優勝できたのも皆さんの応援のおかげでございます。本当にありがとうございました。優勝今日なかなかの表彰台で掲げてみたいと思っておりましたが、残念ながら叶いませんでした。ガジュマルチームの皆さん、一点の差でございますよ。これ一点の重みを、優勝、優勝、本当におめでとうございます。今日の記念写真も我々 B チームだけの優勝のチームで写真撮りたかったんですけども、 A が回り進んできて、今後になりましたけども、次は A、B、大会でまだ無茶ですか、ダブル優勝を目指してですね、来年頑張ってほしいと思います。今回 C を取れ、 A、B に上がった上がったであれば、B ブロックで優勝、そして A ブロックで優勝、これなせばなる、絶対できないことはないと思います。国神の底力はそこにあるから、絶対来年は A、B、なじまる、こうして遊んで優勝しましょう。それでは乾杯します。来年と、2チームとも優勝を目指して乾杯。僕も今日深出を出たんですけれども、まあ、降ってしまい、
7位、まあ、そういったところで練習もほとんどしてない部分でですね、迷惑をかけたんじゃないかなと思っております。では、ふーちゃんの皆さんも本当優勝おめでとうございます。来年は B に行きます。 B でも優勝を目指していきますので、まあ、B も B の選手になってくるともっと楽しくなっていきますので、また来年もですね、協力、皆さんの力を借りてダブル優勝を目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。優勝しないといけないですね。自分は6人で公認館のといったら10人しか来れません。やっぱり一番チームワークのいいのは応援の奥で優勝したということでございます。応援の奥してはあの走る人もゲートボールしてる人も笑いにする人も楽しくありません。なんといっても、収録で優勝と応援団の優勝、これはもう一番大事なことだとテレビに思っております。どうぞ、情報とも優勝するという人は来年の課題がなくなりますので、来年を目指してまた皆さん、A ブロックと B ブロックで優勝したらいいかなと、それに乗っておりますので、今日は、選手の皆さんご苦労さんでした。ただ皆さんに特に感謝をしていただきたいのは、普段を中心になっている企業さんと体育大会優勝したチームを、準優勝したチームを、応援団の皆さん、厚生連携の審査は全員でやっていただきたいと思います。もちろん、お願いをお伝えしていただきたいと思います。またします。乾杯。乾杯。先ほどありましたけど、小学校の運動会雨でした。その中で、保護者の方、地域の方にたくさん協力をもらって、子どもたちに発表の場を作ってもらってありがとうございました。おかげさまでいい運動会ができたと思っています。一つ終わりです。その中で地域の種目ができなくて一生懸命やろうと思っていた方々に迷惑をかけたと思います。今日優勝に一歩届かなかったのも、そこで横応援しができなかったからじゃないかなと。来年を優勝を目指すのであれば、小学校の運動会を探してください。皆さんでよろしくお願いします。思っていることは、藤波はすごく地域の力があると思っています。こういう場で子どもたちが、大人の人たちが一生懸命頑張っている姿を見て頑張ろうと思ってくれると思います。そういう子どもたちをこれからも学校では一生懸命頑張って育てていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。僕の誕生日です。よかったな。
お疲れ様です。ジェシカです。東京はすごく楽しかった。みんな頑張りました。応援団優勝おめでとうございます。来年も頑張りましょう。初めて東京の大谷さんとさせていただきました。みんなが頑張ってるから頑張りました。ありがとうございました。皆さんこんばんは。去年はとても悔しい思いをした応援団でした。国は右隅のいないと申します。今年はこうやって優勝することができて、みんなの協力のおかげだと思っています。どうもありがとうございました。皆さんこんばんは、竹山です。私のデビューです。今日はそうですね。頑張ろう。イエイイエイ。